はい、こんにちは、山城と申します。ホマシーテテ調査シリーズ2024。今日はね、金末、やっていこうかなと思っております。それがですね、金末さんですね、今ね、うちのところ、ビラでね、見てみたりだとか、オンラインでね、インターネット上でね、その公式サイトでね、チラシの PDF のね、配布とかさ、とか電子カタログの配布してる場合は、それっていうのね、データを参考にさせてもらって、まあ、紹介してきたんですけど、実は金末さんね、多分、去年は、確かね、ビラが効いてるなっていう感じ、なんか置き場あったけど、確かなかったような感じだったと思うんですけど、今年行ってみたら、ビラ置き場もなくて、もういわゆるペーパーレス化なのかな、もう店頭の、告知のみみたいになっていたんですよ。なのでね、ちょっと今回もね、紹介どうしようかなと思ったけど、まあ、頑張ってちょっとね、まあ、いわゆるストアコンパリゾンって言うんですけど、こういう、価格調査、の手法を、使ってですね、ちょっと頑張って、データは取ってみました。多分これでやってると思います。実際にその、いわチラシを見ながらね、入力してみたらこれでよしっていうふうにできるんですよね。まあ、一応それでね、やってたこともあるんで、一応ね、要は、スーパー内って写真撮影が禁止じゃないですか。スーパー内ってそうなんです。写真撮影禁止。どうしてかというと、競合店調査に来たい人が写真バシバシ、撮れちゃうからなんですよね。で、そういった情報を、他社に、ライバル会社さんに渡さないために、店内では一切の撮影行為が禁止になってるんで、ですから写真をね、バシバシ撮ってね、後で、ね、見返すということはできないんですよ。なのに何をするかというと、全部覚えるんですよね。価格を。まあ、昔は本当によ、だから、自分の担当しとった部署のやつ40アイテムとかね、頑張って覚えて帰ってきてたりしたんですけど、最近やっぱやってなかったんでね、今回、何アイテムだったかな、そんなにね、アイテム数はなかったんですけどね、それでも苦労したね、まずいなって。だいぶ、そっちの方の業界の管理部ってのは、まあ、後からもう一つ言っておきますと、実はここよりも複雑だったのが、味吉さんなんですよ。味吉さんも同じようにどうもビラの配布やめたみたいで、店頭にビラ置き場がなくなっちゃったんですよね。なのでね、頑張って覚えてこようと思うんですけど、あっちちょっと品目数が多かったもんでね、なんかね、全部ね、よう覚えきれなかったんでね、あ、しまったって言ってね、そう。あ、ちなみに本当の、そこの時は、ね、3回も4回も、買い物に行きます。とかっていう風にしてね、やったりするんですけど、一回ね、買い物行って、ちょっと取りに行ったって感じで、もう一回戻って、とかね、いろいろやったりする方法があったりするんですけど、まあね、そこまでね、私もこれ、別に仕事でやっとるんじゃないんで、ストアコンパリゾンでバリバリの仕事でやるやつですからね、なんですけどね、まあ一応ね、昔やってた、やつでね、やったんでね、それで、やってるんで、多分大丈夫だと思います。ただ、エビデンスチェックが要はできようがないので、もし、ね、金星でね、もっと同期の子とかでね、見てる 子がいたらさ、ね、Y 君あたり、Y 君とかね、あたりね、見てたらさ、間違ってたら教えてとか、来年から資料を、ぜひ提供してほしいなと思います。本当に金星さんに限らずね、ぜひうちのところの恵方巻き今年こんなんなんで紹介してくださいよ、みたいなね。来年2025年の話しちゃいますけど、あったらね、早めに言ってくれたら全然優先的にそっちで紹介しますんでね。ぜひ全然、チラシデータ、もらえるだけすごく助かりますんで、やはりそっちの方ね、調査行くの、今日もこの後滝まで行かないといけませんからね、グッディさんの恵方巻き情報が止まらなかったんで。っていうね、ところがあったりしますんでね。まあ、というような感じなんで、ちょっとね、そこら辺のところで、ね、やっていきたいなと思っております。で、いうことなんで、ちょっとそのあたりだけにご容赦いただいた上で、金星のデータ見てくると思います。確か去年はね、そんな感じだったんで、データ取らなかったんですよね。金星が。だから、パッと見て、先頭で見て、やっぱし安いなっていうのがあって、なんか2、300円くらいでね、小巻きが買えるよ、みたいな。ぐらいの、あれ、価格帯だったかなと思ったんですけど、今年ね、どうなってるかっていうのをね、しっかりと見ていきたいと思います。ドンと。ではね、今年のデータをね、見ていこうと思いますよ。よいしょ、と。ってことでやってきました。いつもの画面ですけど、こんな感じになりました。比較的、シンプルで、しかもちょっと独特なのが、
予約販売は予約販売オンリーの商品で、ワンアイテムになってまして、残りのやつは予約受付はしませんという形です。これ多分要は、個人情報の漏洩とかね、その予約管理をするのに、やはりね、大変になってしまうのでというところだと思います。で、予約商品はこの、はい、高屋ですね、1078円の海鮮太鼓巻きっていうのが入ってました。で、すいません。さすがに品目、一応ね、明示してあったんですけど、なんかいっぱいいろいろ書いてありました。マグロとかいろいろ書いてあったと思うんですけど、さすがにね、そこまでね、よう覚えきれなかった。すいません。なので、ちょっと品目を開けてあります。長さは18センチらしいです。で、1078ということでございました。うん。ですので、これが一番高価なやつになってくるのかな、ということでございます。はい。で、次が海鮮七福巻きってことで、ここは一気にね、狙いやすくなります。646円ってことで。で、これは長さ17センチってなってましたね。表記はね、17って、逆にそうなんですよ。イレギュラーなやつって覚えやすくて、あ、これ17なんやってね。多分、これ予想ですよ。予想なんですけど、多分玉布で作るんですよね。枯れ末って。巻き寿司を。この恵方巻きを。玉のか、大和のセンターでは作れねえよな。多分ね、恵方巻きを作るってなると多分玉のだと思うんだよな。で、要は工場加工なんですよ。金瀬って、自社で惣菜工場を持ってるんですよね。ですからもうそこで作っちゃうよ、というのが前提にあるんで、セントラル化がすごく進んでる会社なので。なので、おそらく、これは、機械で作った時に両端カットするのかな、みたいな形で多分、その分5ミリ5ミリ両端をきれいに揃えて、パッケージング化してガーって流していくっていう、多分ライン内外していくとか、っていうような感じになるんでしょうね。それで多分、両端がちょっと切れるんで、17になるんじゃないかな、という予想です。うん。っていうのが海鮮七福巻きっていうのであります。で、さらに恵方巻きが322円であります。これは安い。後でちゃんと見ますけど、めちゃくちゃ安い。で、鉄火巻きがありますよということで、430円ということでございますね。300円ぐらい。前、確かに去年と一緒だと思います。多分、これ税抜きで書いてあって、税抜きが290円、280円ぐらいなんですね。そうするとこの320円になると、832。そうですね、290円ぐらいの設定だと、そうなるのかな。で、いうことでございます。で、本巻きがあります。で、さらに、鉄火巻きも、あります。これ多分、中巻きですね。太巻きなのかな、430円で、出ますよってことなんで、安いぞ。やっぱし安いですね。で、さらに、サーモン巻きも430円出ます。これだけなんか、長さがなかったのかな、うん。なんか、聞きたい。ちょっと、なんか、多分17センチでしょうね。という形で、サーモン巻きがありましたよ、という形でございました。っていうような、ラインナップになってます。すいません。ちょっと、品目情報がないんで、そんなに喋ることないんですけど、まあ、いわゆる一般的なラインナップの品目を絞り込むって形ですね。で、2345は予約受けてください。もう当日みんなで取り合いですと、いうことでございますね。いう形。まあ、基本感じではこれですね。安いんで、予約取ったらね、確実に、買えますよってすると、バックヤードに、大量に、寿司を管理しないといけなくなるじゃないですか。で、金末、に限らずなんですけど、スーパー、でも、金瀬は特にかな、バックヤードをあまり取らない、店舗面積に対してバックヤードあまり取らない主義ですよね、金瀬さんって。パッと見てて、ね、パッと見で分かるのかと思うでしょ。ね、パッと見てて結構分かるんですよ。外観見るじゃないですか。外観を見て、その後に中に入った時に壁の位置がこれぐらいだなっていうので、あ、ここ結構バックヤード取ってるなっていうところと、あ、ここはあんまりバックヤード取ってないなっていうところがあって、ちなみに、三重県でバックヤード取ってるなっていうところ、バリバリにバックヤード取ってるなってのはスーパー三種ですよね。もう、めちゃくちゃバックヤード取ってるよ。結構バックヤード取りますよね。で、さらに加工場をね、例えば島で加工場を作って、加工してるそばからもう売っちゃうとかっていうような感じで、かなり、要は、インスワ加工を徹底的にやることを重きに置いてるんで、結構、裏が広い。で、セントラル思想が強いところ、金瀬が一番典型例なんですけど、セントラルキッチン化の思想が強いところは、要は、バックヤードに調理場とか加工するスペースを、もう最小限に留めておけばいいっていう風になるんで、まあ、究極例がフェルナですけどね、金瀬の。あれも究極ですよね。だって一切店内確保しません。店内の人は、トラックが来たらその荷物の、はい、店頭に行って並べるだけ。
っていうような形、ほぼその形。で、売らずに在庫に置いといても、お客さんが買えない在庫になるだけじゃないか。だったら売り場に置いてしまえばいいじゃないかっていうね、ですから、ほぼコンビニだね。コンビニもほぼほぼその構造ですよね。コンビニのバックヤードって、まあ、ありますけどね、本当にもう、ちょっとしたチャンパーワンルームぐらいのね、広さだったりするんで、だから多分エコまきの時とか大変だろうなと思いますけど、うん。っていうようなところがあったりしますので、結構、そういうあたりがね、出てるんじゃないかなってことです。だからその、裏で商品管理を、お客さんの情報管理もね、するのも大変だし、この価格でね、予約をしたら多分とんでも、すごい数がね、入っちゃいますから、それを、はい、何百本って、ボーンって、ボワーってつばいた中から、はい、誰々さんだとかってやったら、多分、まじ、ミスも出ちゃいますからね。っていうので、それはちょっと危ねえだということで、もう店頭販売オンリーに割り切って、このハイエンドのやつ、1品目に絞ることによって、商品管理めちゃくちゃしやすくする。予約の管理もしやすくするっていう、狙いがあるんじゃないかなと思います。うん。なんか、金瀬の会議って多分そのような会議があったんじゃないかなっていうことね、思いながら、こんな感じになりました。ちなみにこれで、ね、5品目という形だったんで、かなり絞られてるのかなってことですね。で、セット販売とか一切なしということなんで、総合データで見てみましょう。確かに年明け、普通はこうなりました。はい、まず最高価格。これはかなり安いですね。スーパーマーケットはこの牛トラからになるんですけど、ここのラインで見たときに金瀬でみたいな1078円ってことなんで、ハイエンド、なんと、イオン10分の1以下。そうですね、17,800円。なんと、イオンの10分の1からの価格のものがハイエンドに設定されている。もうハイエンドも安い。ですね。安売り傾向が強かった、この横に並んでる、はま寿司さんとかね、このあたりとかと比べてみても、一応、かっぱ寿司さんよりちょっと高いんで、一応、この中から見るとちょっと高いですよ。いやでも安いですよね。っていうところがあります。で、恵方巻き価格はなんと322円。これは相当安くて、スーパーの中ではぐんぬんってます。山彦も安いなって言ってたんで、455円ですからね。100円以上下がるでしょ。ここないですもんね。571円のとか、バナナとか538円のとか。これになってくると、なんとですね、この激安売りだったね、比較的、安価売りだった、スシロー、はま寿司、かっぱ寿司、くら寿司の中では、くら寿司が一番安くて350円だったけど、そのくら寿司よりも、なんとさらに30円近く安いという、322円という設定。これより安い恵方巻きは今のところ出てきてない。ファミリーマートとかの、やつって確かサイズが、13センチとか14センチでしたよね。やつよりもこれ17センチなんで、今回実はその18センチ以上のところに入ってこないんですけど、しまだこれ18センチ以上1ですね。よいしょ。ちょっとやな。1ですね。っていう形になっておりますと。ということですね。で、セット販売もなし、10センチ未満もなし、ハーフの設定もなし、もうとにかく管理しやすさで大量に売るぞと。うん、その分安くして、とにかく安く、同一作業の同一手順で、同一のものを作ることによって、効率を最大化に図る。それによって1円でも 0.1 円でも安くしていくぞ。この可燃性スタイル、しっかりと出ているなって、もう全然、他のところと全然アイテム数の設定とかでは、比較的だからその、くら寿司、かっぱ寿司、はま寿司とかによる、ここもまあ、要は、セントラルで作って、店は来ないでしょう。多分店内では作るんでしょうけど、もともとお寿司屋さんですからね、大量に作れるノウハウを持ってるよと。ね、巻き寿司とかも多分、機械とかが置いてありますもんね。あったりとかするのかな、っていうことなんで、うん。っていう中で作って、いる低価格のところと、寿司屋でやってっていうところと、全然張り合ってなんなら恵方巻きの価格なら買っちまうっていう。多分、まあ、スケールマーケティング、まあ、じゃあ大丈夫、うまいこと使ってるんでしょうね。結果的にね、13センチ、サイズもね、ちっちゃい、コンビニ、大手コンビニさんよりも、さらに安くしてしまうという、やっぱし、
やっぱし金星やなというところがしっかりと出てるね。あれでしたね。ってことで、まあ気になるところですね。またね、詳細ちょっとでも分かったらね、また最後のレビューみたいなとか、どうしてもデータが集まらなかったところとか、最後にジャブンちょっと やると思います。で、そのあたりでね、またもっと見てみたらいいと思います。ということで、やっぱり結論として金星さん、安い。ハイエンドも1078円ですかね。安いね。っていうところをね、しっかりとしながら、まあでも1078円しっかりとね、楽しむのが作れてるのか、それはなんかちょっと気になりますけど、太鼓も今日気になるところなんですけどね、っていうような感じで、まとまってるなと言ったところでございました。さすが金星さんというのが分かりやすいですね。すごく特徴が出ますよね、このユニーさんとかとね、イオンさんとかとも真っ向逆行勝負でいくね。姿勢が見えるなってことで。多分ね、この時にね、スーパーサンシーやったらいいんでしょうね。スーパーサンシーさんもね、多分ね、当日しかね、去年のデータとかもいろいろ見直してたんですけど、やっぱね、スーパーサンシーさんもね、当日にならないとデータ出さないんで、多分スーパーサンシーさんは予想価格みたいな感じになると思いますけど。そういう感じで多分比較したら相当面白いです。もともとスーパーとしての売り場の作り方が全国的にも対局と言われている金星とスーパーさんで、徹底したセントラル加工、セントラル化、いわゆる、一箇所に集めることによって、インストア加工を徹底的に排除することによって、徹底的な効率化を図って、1円でも安く売っていくぞ。っていう。完成と、徹底してインストア加工をして、徹底して、現場でね、全部加工とかをするために、徹底して現場で加工できるような設備をガンガン整えていって、1秒でも早く新鮮な品を、ほら、届けてやるぞっていう、方に特化してってるスーパーさんし、さん。この二つを見たときにね、見直したときに、相当、面白い結果になると思いますんで、そこら辺も、今後ね、しっかりと見ていけたらなと思っております。ということで、この動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。